勝海舟といえば日本の歴史上の人物で誰もが知っている人の一人だろう。今回はそんな勝海舟に関するあまり知られていない話をご紹介します。勝海舟を知らない人はいないと思いますが、勝海舟は江戸幕府の幕臣で、幕府軍が保有する咸臨丸で渡米し、帰国後は幕府海軍の強化に努めた。明治維新後、勝海舟は安吉と改名、旧幕臣の代表格としてさまざまな役職を歴任し、伯爵に叙された。そんな勝海舟はとても筆まめで知られており、とても多くの文章や手紙が残っている。残っている文章の一つとして、勝海舟が曲の作詞をしたことはご存知だろうか。その曲の名は勅語放蕩。この掛け軸はお茶の水女子大学所蔵で、勅語に放蕩する小歌、新物部康吉と署名されている。物部は勝海舟の氏族名、康吉は明治維新後に改名した勝海舟の名である。勅語放蕩に話を戻すと、これは明治26年に当時の文部省から出された錦葉唱歌集、祝日大祭日歌詞並び楽譜の8曲のうちの1曲で、生徒たちが学校での式典の場で歌うことを目的とした曲である。そして勝海舟が作詞した勅語放蕩だが、勅語とは明治23年に出された教育勅語のことで、お父さんお母さんを大切に兄弟姉妹仲良くといった、今風に言えば明治天皇のお言葉である。当時学校におけるさまざまな式典、例えば始業式などの場で、学校長が生徒に対して教育勅語を報読し、それに対して生徒たちが歌って答える、いわばアンサーソングという位置づけである。ではどんな曲であったのか聞いていただこう。先ほど示した儀礼曲8曲のうち、君が代は頻繁に歌われ、この6曲については特定の日にしか歌われない特殊な曲である。一方で勅語放蕩は教育勅語放読に続けて歌われる曲であり、君が代ほどではないにせよよく歌われたはずである。ところがある研究者が当時の尋常小学校などに通っていた人たちを対象に聞き取り調査を行ったところ、勅語放蕩を今でも歌える人がいる一方で、習ったこともない、覚えていないという人も多数いたという。それはなぜか。理由の一つにこの曲が関係しているのではないかと思われる。昔朝夕に、
勝海舟作詞の曲と比較して非常に短くなっているが、これは勝海舟の歌は長く難解なので小学生には理解が難しく、歌の真意を理解しないまま歌うべきでないという意見が出されたことを受け、明治34年中村明佳作詞で作り直したためである。しかし中村明佳版が作られた後も、たとえ難解であっても勝海舟版を教えるべきであると主張する者もおり、明治政府も勝海舟版を歌うようにとは徹底していなかった。しかもこの4年後の明治38年、さらに別の勅語放蕩が作られた。当時はまだ音楽教師が足りなかったため、各校の状況を鑑みて式典の場で勅語放蕩、歌うかどうかは各校に任されていた。勅語放蕩を歌う場合であっても勝海舟版だけでなく、3曲のうちでいずれを歌うかは各校に任されていたため、結果的に勝海舟作詞の勅語放蕩はその位置づけにもかかわらず、当時の人々にはほとんど浸透していなかったということのようである。